今確認してたちょっとやっと声聞いたよ今日あっていうのじゃあじゃあいい滑り出しですね。いい滑り出しが今。ユッティの声が聞こえた。初めて来ましたけど。いやさあ今回はですね、はい吉田輝星投手初登板。はい。行ってきた。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。行ってきた。行ってきたな。お疲れ様本当に。はい。札幌まで。まあトータル的に言うと、はい。久しぶりに感動したゲームを見た。おお、この前吉田輝星がゲームを作り、はい、5回で降りるんだけど、その後の4イニングにドラマがあった。まあもちろんその5回までにドラマもあったよ、はい、でも後の残り の4回にドラマがあった。それはやっぱりさ、吉田輝星が投げて1点差でプレッシャーあったと思うよ、はい、そうっすね。でもその4人こう繋いでいったわけだけど、その4人ともがもう必死の形相で抑えていく、うんうん、でもいい当たりがある、それをファインプレーでしのぐ。ありましたね。でも俺途中から吉田輝星のこれ運だなと思って、はい、吉田輝星の運がこのゲームを作ってると思い出した、うん、で最後ツーアウト1・2塁になるんだけど、はい、でフルカウントまで行くんだよ、はいはい、もう同時スタートな、もう投球と同時にスタート切るじゃない、うん、はい、だから外野手ももう諦めて前進守備やめて、やっぱもう1塁ランナー返さない手段に出るんだよね、はい、これはもう当然なんだけどさ、はい、だからワンヒットで1点入るという形になっちゃった、うん、はい、最後相澤、勝負強い相澤、サード横飛び、あの中田翔がその送球を取るのに少し硬くなってたからね。いやそのぐらいやっぱり なんていうのかな、勝たしてやりたいという、そうですね、なんかそういう伝わるものがあったゲームだったんだよね。すっごいいいゲームを喋れることができたと思う。お、うん、そんなにないよ。そうですね。ただ広島のバッターたちも、はい、まあ、フルスイングで答えてたんだけど、はい、やっぱ一貫性にやっぱ調子悪いな今、あ、広島自体が、うん、まあだからといって、はい、勝てる保証はないじゃん、はい、でも吉田輝星がマウンドに上がる、うん、緊張はしてないという、はい、なんかコメントがこう放送席に上がってくるわけだよ、はい、硬かったなボールに伝わったのさすがに、はい、嘘つけよって。右手と右足両方出て一緒に出てるよみたいな。ありますね。そんな感じの立ち上がりだったの。まあ確かに立ち上がりちょっと安心しちゃうね、ちょっと大丈夫かなって思いましたね。うん、いやそれで長野にいきなりライト前打たれちゃう。まあこれもセカンド取れたっちゃ取れたかもわかんないけど、はい、やっぱり野手も緊張してるみたいな、あ、まあそんな感じだったんだよ。で菊池のファールの打ち方、はい、もう簡単にファール打つんだよ。打ってましたね、うん、はい、いやだからあれもう全然球来てないしさ、うん、もうどうなるんだって、はい、で満塁になるでしょ、はい、バチスタが倒れて、はい、まあ、鈴木はまたフォアボールだ、はい、満塁になる、西川どうするんだって、うん、思った時ぐらいからやっと開き直ることができた、うん、だからこのままじゃいかんなっていうような気がついたんじゃない、うんうん、でもさ、まあセットポジションで全投球するわけじゃなく、ランナーがいなかったら、はい、まあ振りかぶりはしないけど、はい、この位置から投げていくんだけど、はい、その時はテンポがものすごくいいみたいな、うん、だけどセットになるとさ、やっぱ牽制もし、まあ例えば走るランナーだったらちょっと長く持ったりだとか、はいはい、工夫していくんだよね。やってましたね。だここら辺になんかすごく非凡なセンスを感じるんだよ。でまあ西川をこう三振取った、はい、まっすぐで、でまああんまり俺も放送で言ったんだけど、はい、まっすぐにこだわらない方がいいって、うん、まだ球が走ってないから立ち上がりで、だからこれもう少しこう変化球とかって言ったら、磯村を打ち取ったのカーブで、うん、カーブが意外にいいんじゃない、ね、カーブが結構効いてましたね。で泳いで、はい、まあ、サードゴロで、まあ、0点に抑えるという、うん、ね、いやーなかなかやっぱセンスがあるよ。うん、それと2回に長野にツーアウトからね打たれて、うん、はい、まあ、1点失うんだけどさ、はい、3回以降はさ遊び出したね。
まあ遊び出したっていうのは変だけど、はい、こうカウント玉と勝負玉とやっぱ力の配分が変わるんだよな。なるほどな。で緊張がほぐれてきたってことですか。ほぐれてきたし体が動き出して躍動感が出てきた。いやだからそれを見た時にあなかなかこいつやるなと思って、はい、波じゃねえなと思って、はい、でもさよく考えたら金足農業の時に、うん、一人で投げなきゃいけなかったわけじゃない、はい、この経験が生きてるね。ああそれ高校時代の。いやだってさ、はい、お前夏のクソ暑い時予選から一人で投げ切ったんだから、そうっすね、結構問題にはなりましたからね。大丈夫かっつって問題にはなるけど、はい、だけど途中でやっぱり抜き方を知ってんだよ。ああなるほど。試合の中で中で、うん、だからここ打ってこないとかさ、はい、なんかこうそういうバッターと対面してて感じるものがあるんだろうね。感じ方がすごいと思って。だまあ例えば変化球投げるときに投げ方が緩んだりだとかするともう変化球だって分かって打たれるとか言うけど、はい、なんかねランナーがいないときは別に打つんだったら打たれてもいいっていうの感覚なだと思うよ。ほうでもここはカーブは狙ってないでしょみたいな、そんな投げ方なんだよ、ね、もうなんかもうバッターしのことも分かってるの見えてるみたいな感じ、ね、そうバッターをよく見えてるっていう感じがする。でもそれはやっぱ予選から決勝まで行くのに一人で投げ切った技というかさ、ずるさというかさ、そういうのを身につけてる。それ勘がもう養われてるということですかね。だからもう勘というか、はい、もう身についてんだよ、ね、もう、はいはい、空気感とかなんですかね。いやそうだよ、そういうバッターの、うん、いやだからそういう意味ではすごくいいもの見たなって、あこの子ちょっとしたたかだなっていう感じはした。なんかあの試合って5回までしたけど 80% ぐらいだったんですね、ストレートが、うん、8割ぐらいで、でなんか最後のコメントでインコースは使ってなかったんでみたいなこと言ってたんですよ。そうなんだよ。だからそれっていやインコース使えばいいのになっていうのはあったんだけど、はい、やっぱ腕をしっかり振りたかったんだと思う、はい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 、だからインサイドはなしにやっぱ外のまっすぐだ全部勝負する。それで空振り取ってましたからね、すごいですね。いややっぱねまっすぐの質っていうのはよくスピンが効いてる、ただ角度がないな。あそう言ってましたよね。角度がない、だからちょっと切れを失うと捉えられるという、はい、うん、まあこれはもうタッパの問題もあるし、はい、これはもうしょうがないよね。だけど切れのいいでカーブはちゃんと腕を振って投げたら一回浮くんだよね、はい、だからタイミングを外せる。ああなかなかいいカーブだな。でスライダーも見たんだけど、はいはい、スライダーは昔の牧原みたいな横滑りになるんだよ。ちょっと立てても落ちてくれると捉えやすいんだけど、はい、横にスッと滑るやつって、うん、なかなかね芯で捉えることができない。ずらされるとこですね。そうそうそう。でもそれもいい、はい、スプリットこれはちょっとねチェンジアップみたいなことので投げといた方がいい。空振りはしない。なるほど。あのチェンジアップはあのチェンジアップというかスプリットは、はいはい、まあ吉田も多分そういう風に感覚で投げてるはずなんだ、うん、まあだから球種はまあ、っすぐカーブスライダー、はい、スプリット、はい、まあこの4つだよね、うんうん、大体が。でも、うん、なんていうのチェンジオブペースができるというか、はい、強弱ができるというか、だからここも球種の一つと考えれば5つあるという。なるほど。だから同じまっすぐでも、はい、まあ例えば150投げるとしたら、うん、別にここは142、3でもいいよっていう。でもそれだけでもなんか一つの球種になるじゃない。同じまっすぐでもえでもそうっす、ね、さっきかか指にかかってたのに今かけてこないとかさ、なんかそんななんかこう微妙なこともできる。ああちょっと細かい。確かに甲子園でも結構投げ分けしましたよね、うん、ここだっていうところは結構力入れる。同じまっすぐでもギアかけたなみたいな瞬間分かりましたもんね。だからそういうことができて平気で、はい、で課題はやっぱセットポジション、ちょっと球速は落ちるな。ちょっと右足に乗せるのがまだまだちょっと勉強がいるなということと、はい、あのもう一つの課題っていうのは帽子のサイズは変える。めっちゃ落としてました。落とすでしょ、はい、いやあいつの落とし方っていうのは危ないんだよ、はい、えそれはいやピッチャーライナー来るだろ。はいはいはい。落ちたのね、落ち方がこういう落ち方なんだよ。顔にもうだ四角になるんだ。完全にかぶさってくるんですね。それピッチャーライナー来た時に
危ないから。確かに。それは思いましたよ。こういう感じですもんね。うん、だってあれなんでなんですか、ね、あんな。多分ね、はい、髪の毛がツヤツヤしてるんだって。そっか。俺の帽子が落ちるツルッと、はい、吉田高専のツルッとは違うんだよ。ちょっと違う。ティクルがめちゃくちゃ効いてるみたいな感じなんだ。別に豊さんのツルッとは別に自分らは何も言ってないですもんね。うん、なんでそこお前こすら、もうわざわざこすんなよ、まあ、俺がスーッと流そうかなっていうこと。いや、ただ、本当にピッチャーライナー来た時に、あの帽子が邪魔したら避けらんないから。いや、確かにあれは危ないです、ね。やっぱ気をつけた方がいい。本当に。プロの打球ですからね。ボールも滑ってくるんですよ。そのまま。いや、巻き込んでよ、お前。手ごと抜けていく。気をつけた。まあ、でも、なんていうの、日本ハム、まあ、次の登板、すごく楽しみだけど、はい、まあ、日本ハムの方針としたら、あんま無理させないんじゃないかな。まあ、十分な感覚を置いたりだとか、はい、相手を見たりだとか、まあ、しながら投げさせていくと思うけどね、まあ、本当に良ければオールスター明けぐらいからローテーションにこう組み込んでいくというか、使っていくんじゃないですか、ね、まあ、そんな感じはするけどね、まあ、ファンの方はあまた見たい、また見たいってそれはよくはあるだろうけど、いいですよ、でもやっぱ楽しみだろう。俺がこう喋っててイメージしたのはメジャーリーグでマダックスっていたんだよ、アトランタかなんかに、はい、これがさ、もう巧みなんだよ、ちょっと曲げて、はい、でテンポが良くてまっすぐがそんなに速いわけじゃない、145ぐらいなんだけど、もうコーナーにコーナーに投げてって、そっから同じような球道でスライダーピュッと曲げたりだとか落としたりだとか、まあ、すごいいいピッチャーなんで、はい、まあ、記録ももちろん残ってるけどマダックスって、はい、そういうピッチャーを目指してほしいなと。これからこの先に楽しみですね、うん、まあ、でも初登板初勝利、大瀬良投手相手にですね、そうだな、自信にもなりましたよ、ね、大瀬良も立派だったよ、最後まで投げ抜きましたからね。ただもうやっぱりチームのエースっていうのはこういう形なんだっていうのは調子が悪かったんだけど、まあ吉田高専もいい勉強になったと思います。大瀬良見てていいもんですね、まあ、はい、本当にいい試合だった、ね、はい、まあ、おめでとうとありがとうっていう言葉をね、そうですね、また頑張ってということですね、はい、これからも頑張って、はい、ね、はい、またしょ